The self portrait of Saint Jerome is Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. Excess is a sort of an act of moting or shedding an. Er、their skins, to as ある種の動物は、自分の体が成長していくにつれ、その外皮がまとまって。 はがれることがあります。それを脱皮と言いますが、昆虫を含む節足動物、爬虫類、両生類などに見られます。広しは浜松市ジャパン。1500年後のルネサンスに現れたイエス・キリストは、アンドレア・ デル・ベロッキオの名前で、こんな絵を描き残しています。セント・ジェロームの絵と言われています。その絵の首のところにはですね、奇妙な横ラインが走っているのがわかります。この黄色い枠で囲った部分に注意してください。この矢印のところに奇妙な横ラインが走っているのがわかります。このラインは、 何かということですね。この横ラインに注意してください。全体に明度を上げたり下げたり、あるいはコントラストを上げたり下げたりしていますが、部分的には何も手を加えていません。で、こうして見るとですね、この横ラインのところで、上半分と下半分がですね、風合いが違うのがわかります。注意深くご覧ください。 この横ラインは何かということで今日もう一度検証し直してみることにしました。このラインは何かということです。ここが今日の重要なポイントですからもう一度繰り返します。これは1500年後のイエス・キリストが書き残した絵画ということになります。 絵画というよりは、写真から起こされた絵ということになります、えー。方のところなどにはですね、感染、つまり汗の穴の一個一個まで丁寧に描いてあります。描いたというよりも写真です。で、これがイエス・キリストの自画像であると私、林博士は判断していますが、彼は誰なのか、何なのか、 そして、どこから来たのか。この絵を検証すれば、それがわかると、私、林博士は判断しました。その謎を解く鍵が、この横ラインにあると、私、林博士は判断しました。ということで、もう一度、この横ラインに注意してみてください。この横ラインですね。上半分と下半分に分かれています。で、私は以前、 この横ラインはですね、下半分がバイオスーツではないかと判断しました。何かしら薄い、まあ、バイオスーツのようなものを身につけていると判断したわけです。で、もう一度、イエス・キリストは少なくとも人間ではなかったという視点で、この絵画を検証し直してみることにしました。この横ラインは何かということです。 そこで皆さんに4枚の絵をご覧いただきます。1枚目は、岩屈の聖母、ルーブル版です。この絵の中に描かれている聖母に注意してください。向かって左側、聖母の右手の人差し指に注意してください。聖母の右手の人差し指は、この子供、つまり一般にはイエスと言われている子供の 皮膚の下に潜り込んでいるのがわかります。聖母の右手の人差し指に注意してください。一般にはこれは衣という風うに理解されていますけども、これは衣ではありません。私、林博史は神秘と判断しました。注意深くご覧ください。つまり、聖母の人差し指はこの子供の 神秘の下に潜り潜り込んでいるということになります。注意深くご覧ください。そして腹の部分にも注意してください。これは衣服ではありません。線が途中で消えている点に注意してください。衣服ではありません。このように、まあ、この子供の皮膚はですね、まあ、神秘がめくれるタイプの子供であった。 ということになります。左上がトカゲの、まあ、脱皮している様子です。そのトカゲの、まあ、神秘と脱皮の皮とですね、子供の腹に描かれている、まあ、林浦氏は脱皮している皮と判断しましたけども、それと比較してみてください。まあ、大変よく似ているというよりも、写真のように正確に描かれているのがわかります。同じように、 足の皮にもそれが表現されています。足の皮も、まあ、めくれているということですねで。別のトカゲの写真を見ていただきますけども、やはり同じように表現されているのがわかります。まあ、この絵もですね、右下の絵も写真技術を使って描かれた絵ということになります。ともかくも、まあ、このように脱皮する、まあ、子供がですね、 岩窟の聖母の中に描かれているということです。二枚目の絵は聖アンナと聖母子と一般には呼ばれている絵です。この絵の中の手前の人物に注意してください。手前の人物の右手の先に注意してください。この手前の人物の 右手の先は、やはり同じように、子供の皮膚の下に潜り込んでいるのがわかります。注意深くご覧ください。この、まあ、皮膚、つまり、これを私は、林博士は、神秘と判断しましたが、やはり同じように、皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります。 つまりこのような形で、この子供も、こういった皮膚を持つ子供であるということを示しています。三枚目の絵は、一応ミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いの絵です。これもやはり1500年後の イエス・キリストが描いた絵ということになります。ミケランジェロという操り人形芸術家を通して発表したということになります。この絵の中には自分の皮を剥いでいる人物が何人か描かれています。服を着ているのではありません。自分の皮を剥いでいます。これはイナンナ・イスターです。ズボンのような皮膚をですね、やはり 吐いているのがわかります。そしてこの人物もズボンのように見えますけどもズボンではありません。皮膚ということになります。そして右下にはこの人物が描かれています。靴下を吐いているのではありません。皮膚を吐いています。そして頭には花冠をつけています。つまりこの人物こそがこの群像の中の王であることを示しています。 そして、この人物がですね、1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。それについての動画はつなげておきますから、またそちらをご覧になってください。これがイエス・キリストの自画像ということになります。そして、4枚目の絵は、ジオルジオ・バサーリの描いた絵画です。 この絵もまた大変奇妙な絵です。向かって左側の人物に注意してください。そしてこの人物が持っているものに注意してください。そこに描かれているのは直角定規とコンパスです。えつまりフリーメイソンのシンボルマークとなっている直角定規とコンパスと一致します。つまりこのような形で 上理ョ,ョ・バサーリもまたですね、自分の立場を鮮明に表現したということになります。が、それだけではありません。この絵の中の他の人物にも注意してください。この人物の背中にはヒレが描き込まれています。影になって見えにくいのですけども、明度を上げてみますと、そこにヒレがあるのがわかります。 つまり、この人物はレプタリアンであることを示しています。ヒレがあります。で、この絵の中に描かれている他の人物にも一様にヒレがあるのがわかります。ヒレです。つまり、このような形でジョルジョ・バサーリはですね、ここに描かれているのは皆 レプタリアンであることを示しています。そして、そのヒレと同じものをですね、ミケランジェロも描いています。ミケランジェロが描いたとされる、失礼な礼拝堂の天井画の中のノアと三人の息子の中の絵の中にも描かれています。が、ここで大切なことは、こうしたヒレのある人物をジオルジオ、 バサーリも描いているということです。そして大変奇妙なことに、そのヒレの描き方は、ミケランジェロの描いた絵の描き方と全く同じであるという点ですね。直角、定規とコンパスを持った左の人物とですね、まあ、こうしてヒレのある人物を対照的に描いたということになります。 で、今言いましたように、左がミケランジョロなる画家が描いたとされる、まあ、失意な礼拝堂の、ノアと三人の息子の絵ですけども、全く同じヒレが、同じ方法で、同じ色使いで、同じ感じで描かれている点に注意してください。ジオルジオ・バサーリも、ひょっとしたら、1500年後のイエス・キリストの 操り人形であった可能性が高いということになります。直接的な証拠はまだ分かっていませんけども、私は同じと判断します。その証拠の一つが、まあ、このヒレということになります。左がですね、ミケランジョロなる画家が描いたとされる、まあ、人物のヒレ。そして、右がジオルジョ・バサーリの描いた、まあ、人物のヒレということになります。 色も描き方も全く同じであるということですね。まあ唯一、もう一つの可能性があるとするならば、ジョージョ・バサーリがミケランジェロの絵を真似して描いたということです。まあその可能性があるがゆえにですね、ジョージョ・バサーリもまたその1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったとは断言できないということになります。 まあ、しかし、こうして比べてみるとですね、一人の画家の、つまり、1500年後のイエスの、まあ、書き方の癖が出ているように、私は思います。で、その人物、右側の人物の腰のところに注意してください。腰のところに注意してください。ヒレがある人物の、この腰のところには、奇妙な、やはり、一見すると、 透明の衣服のようなものが描かれているのがわかります。もちろん、ルネサンスの時代には、このような透明な衣服はなかったはずです。この人物の腰のところに、つまり、レプタリアンと思われるこの人物の腰のところに、このようなものが描かれています。で 結論ということになります。4枚の絵をもう一度皆さんにご覧いただきます。眼屈の聖母の中のマドンナの指先に注意してください。皮膚に潜り込んでいます。そして聖アンナと聖母子の絵の中の手前の人物のこの右手に注意してください。やはり、まあ、肌の下にですね、手が 潜り込んでいるのがわかります。そして、私、林老子が、えー、1500年後のイエス・キリストと判断したこの人物もですね、足の皮をベローッと剥いでいます。そして、4枚目のジョルジオ・バサーリの絵を見てください。腰のところに奇妙な魔物が描かれています。つまり、これら4枚の絵の中に描かれている、まあ、衣服のように一見すると見えるものは、すべて神秘。 川ということになります。そして、それと同じものが、アンドレア・デル・ベロッキオなる画家が描いたとされる、セント・ジェロームの首のところに描かれている。というふうに判断できるのではないでしょうか。このセント・ジェロームの首の下のラインと、そして他の4枚の絵と比較してみてください。えつまり、このような形で、まあ、1500年後の イエス・キリストはえ自分の正体を明かしたということになります。繰り返します。この首の下に描かれているのは神秘ということになるわけですね。えつまり、このような神秘を脱皮するタイプの、まあ、人間。つまり、ハイブリッド、ヒューマノイドということになります。この絵は、絵というレベルを超えて写実的というよりも、 極めて聖地に描かれています。これこそまさに1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。そしてそのイエス・キリストは少なくとも人間ではなかったということですね。彼は何なのか彼は誰なのか彼はどこから来たのかこの首のラインがそれを示すと言いますか、イエス・キリストの正体を示す一つの 手がかりととなるというこのラインは何かということですね。えつまり、このラインこそが、1500年後のルネッサンスに現れたイエス・キリストの正体を示すラインということになります。このラインに注意してください。もう皆さん、 お分かりですね。これは何なのか何のためにこのラインが描かれているのかということで、今回もう一度、セント・ジェロームの絵を検証し直してみました。そしてもう一度、このセント・ジェロームの絵を ジェロームとして描かれている人物の表情を見てください。大変気品があり、手高く、そして威厳があります。知性的で、その眼差しには深い人間愛を私、早い印は感じます。1500年後のイエス・キリストは、こういう形で自らの 自画像を写真技術を使って残したということになります。イエス・キリストは少なくとも人間ではありませんでした。今や私たち人間はそれを受け入れる時期に来ているのではないでしょうか。Bye for now. The Pietà is a work of Renaissance sculpture by Michelangelo Branotti, housed in St. Peter's Basilica, Vatican City. It is the first of a number of works of the same theme by Michelangelo Branotti. Michelangelo completed the work in 1499 at age 23 or 24. The Pieta is however full of mysteries.Was it really created by Michelangelo b e r n a r d t t i t o d a y s story starts from here.Michelangelo のピエタ像1499年から1500年にかけて完成されたと言われています。Michelangelo が23歳から24歳の時のことです。 が、このペータ像は謎に満ちています。本当にそのペータ像はミケランジョルという一人の人間によって彫刻されたものなのでしょうかその疑問の第一がペータ像のイエスの右腕にあります。その右腕には奇妙なヒレとコブがあります。特に上腕のヒレに注意してください。注意深くご覧ください。 ミケランジョロは同じ人物をカッシナの戦いの中で書いています。カッシナの戦いの右端、下にいる人物です。私、林博士がダヴィンチ自身であると今までに証明してきた人物です。同じ顔のスケッチ画をダヴィンチ自身が書き残しています。この人物は頭に花の王冠をかぶり、足の皮をベローッと剥いでいます。 靴下を履いているのではありません。足の皮をベローッと履いています。この人物の腕にもやはり奇妙なヒレとコブがあります。ペータ像の中のイエスがイエスであるなら、この人物もまたイエスということになります。同じヒレとコブがその証拠ということになります。が、そのヒレと全く同じものを ダヴィンチがスケッチ画として書き残していました。ダヴィンチの解剖図です。その両者を並べておきますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。となると、ここで奇妙なことが起きます。なぜ、ペータ像のイエスと同じヒレとコブがダヴィンチの書いたスケッチ画の中にあるかということです。 どちらかが、どちらか一方を真似たということになります。ミケランジョロがダヴィンチの解剖図を見て、そのように彫刻したのでしょうかが、それはありえません。実に奇怪なヒデとコブです。ならばダ、ダヴィンチがミケランジョロの彫刻を真似て解剖図を書いたのでしょうかが、それもありえません。ダヴィンチはこの他にも似たような 奇妙な解剖図を多く書き残しています。となると、今日の動画はこの謎に迫ってみます。その向こうには驚くべき事実が隠されていました。広し市浜間市ジャパン。City, では画面を見ながら説明します。これがミケランジェロがですね、23、歳から25歳くらいの時に完成した ペーータ像と言われています。このペーター像についてはですね、当時より、まあ、おかしな噂がありました。えー、ここにも書いてありますように、クリストフォロ・ソラリが彫刻したんじゃないかとかね、あるいは、ミラノのセムシ男が彫刻したんじゃないかという噂が立ったわけです。でそれを聞いたミケランジェロがですね、怒って、まあ、夜中にですね、教会へ忍び込んで、このタスキのところに、えー、ミケランジェロ・バラノティという自分の目を掘ったということで知られています。で、この像の、まあ、 イエスが抱かれているわけですけども、えー、この、まあ、イエスの右腕に注意してください。ボコボコボコと奇妙なコブができてますね。そして、この上腕の方にはヒレまでついているように見えます。ここが今日のポイントになりますから、中部からご覧ください。まあ、これは筋肉ではありませんね。コブですね。ボコボコボコとコブが出ています。で、このコブが何かっていうことなんですけども、まあ、それについては、まあ、別のところで論じましたので、今日は、まあ、さておいてですね。 このコブと同じものをですね、ミケランジュロがカッシナの戦いの、まあ、右端の下にいる男性に描いています。まあ、このコブに注意してください。実に奇妙なコブなんですね。これは筋肉ではありません。しっかりと確認してください。そして、これがカッシナの戦いです。で、右の下にいる男性。この男性に注意してください。これは私が、リオナルド・ダヴィンチであると、えー、判断した 男性です。頭には花の冠を被っています。なあち、このカッシュナの戦いのレプタリアンの軍曹の中の長であることを示しています。キングオブキングズってことになるわけです。そしてこの男性の左腕ですね。比べてみてください。えー、縦にして、そして反転してみます。そして拡大してみます。 するとですね、この特に上腕に注意してください。右の方はですね、黒い影に隠れてますけども、やはり、まあ、ヒレがあります。そしてコブがありますね。中部からご覧ください。ミケランジェロは、まあ、ほとんど同じ腕をですね、このカシナの戦いの右端の下の男性に描いたということになります。特に中央の丸のヒレに注意してください。まあ、右の方は黒い影になってますから、見えにくいですけども、ヒレです。 で、左がイエスであるならば、右もイエスということになります。なあち、このような形で、えー、ミケランジローは、カシノの戦いの右端の下の人物がですね、イエスであることを示しました。が、このイエスはただのイエスではありませんでした。で、話を進める前にですね、ダヴィンチが解剖図をたくさん書き残しています。これがその中の一枚ですけども、まあ、この男性のやはり右腕肩を見てください。ここに奇妙なコブがありますね。そして、 上腕には奇妙なヒレのようなものがあります。拡大してみますと、全く同じになるというのは大変奇妙なことだと思います。上腕のこのヒレに注意してください。えー、ダヴィンチの描いた解剖図の男性にもそのヒレがあります。ーブからご覧ください。ここが今日の重要なポイントということになります。なあち、ミケランジョの彫った彫刻と同じものをダヴィンチが解剖図として書き残していたということになります。そしてこの左上にいる人物が、これがダヴィンチ。 自身であると、私は判定、判断いたしました。はあ、いわゆる、まあ、私たち知っているダヴィンチの特徴を皆兼ね備えているわけですね。左が、ミケランジェロの会心の戦いの中の、鼻、えー、かぶりをかぶった男性です。比べてみると、この両者は同じであることがわかります。割れた顎ですね。それから、こけた頬。それから、その耳の下にコブがありますね。耳たぶのない小さな耳。耳の形も一致しています。 そしてこの、花ですね。鍵花、それから花の先が二つに割れてるところもダヴィンチの特徴です。鋭い目、細い眉毛。それから歯並びの悪い歯ですね。そして広い口。そして、まあ、ま頭ですね。そしてここにコブがありますね。これがダビンチの特徴ですね。まあ、こうしてダビンチの、まあ、違いがないという意味でね。もちろん、ポーズも同じですけども、違いがないという点で、この両者は同じ人物と言います。なあち、えー 左がイエスであるならばですね、ミケランジュの書いたイエスであるならば、右の人物もイエス・キリストということになります。なあち、ダヴィンチはこのような形でイエス・キリストを書き残したということになります。では、この人物は誰かですけども、これはダヴィンチ自身なんですね。十分かご覧ください。でこの 絵はですね、3D、えー、いわゆるまあ、あ画像処理ソフトではできない絵なんですね。というのは、他にも人物が映ってますから、ね、に書いてありますから。そしてここで注意してください。えー、左がダヴィンチの、まあ、絵ですね。そして中央が、えー、これがミケランジョの描いた歌詞の戦いです。そしてそれと、えー、ペーター像のイエスとが、この腕を通して一致するということです。なあち、一番右がイエスですから、中央もイエス。なあち、その左のいるダヴィンチの描いた、まあ、人物もイエス。 ということになります。そしてこの、この人物は誰かと言いますと、ダヴィンチ自身ということになります。これからそれを順に説明していきたいと思います。まあ今のところですね、えー、この一番上の左の人物を 面 x としておきます。で、これはセントジェロームですね。えー、ダビジの書いた絵と言われています。ライボンが下にいますから、これはセントジェロームということになります。で、このセントジェロームとですね、えー、イエスの洗礼のベロッキオとダビジが書いたと言われているイエスの洗礼の、まあ、イエスと比べていますと、違いがないという点で、まあ、同じと私は判断します。えー、特にあの、肩の、まあ、首の付け根からね、肩に伸びてる幅、いわゆる奇妙な、まあ、 なで型ですね。それから筋肉も、えー、大変よく似てると。で、でまあ、まあ、これは、あの、重要なポイントではありませんけども、イエス、いわゆる、ま洗礼のイエスのね、あのイエスの洗礼の中のイエスと、それから左のセントジェロームが同じ人物で、ただ、歳の差はありますけどもね、えー、左の方は、まあ、もちろん老人ということになります。そして、この老人と、あーダベンチの先ほどお見せしました、 の人物ですね。と比較していますと、これまた違いがないという点で、同じ人物と判断します。中深くご覧ください。ここがポイントです。広い口、それから足花、二つに割れた鼻、顎、それから耳の下のこぶですね。鋭い目、三拍感ですね。それからあの細い眉,眉も特徴です。 まあこうして順に精査していきます。この精査は今まで何度もしましたので、また興味のある方はそちらを見てください。で、大きな頬骨ですね。で、小さな小花。そういったところに、まあダヴィンチのまあ特徴があるわけです。となると、これはダヴィンチではないということになりますね。ダヴィンチを操っていた、その上のまあ神ということになります。ここがポイントですね。 私たちが知っている、まあ、ダヴィンチという時の、まあ、人間ではなかったということです。で、下の絵と並べてみますと、えー、下のダヴィンチ、それから中央の、えー、カシナの戦いのミケランジェロの描いた絵、えー、そしてミケランジェロの人間ですね。これがペーター像ということになります。こうして繋がっていくわけですね。で、この緑の部分が、えー、リオナルド・ダヴィンチの まあ、絵ということになります。で、ブルーの部分が、これが、えー、ミケランジョロの絵ということになります。そうしますと、うん、奇妙なことが起きるんですね。いわゆる、まあ、ダヴィンチの描いた絵と、それからミケランジョの描いた絵がですね、このような形で一致してしまうわけです。となると、ダヴィンチとミケランジョロは別々の人間であったということに大きな疑惑が浮かんできます。が、皆さんはそんなことは信じませんね。そこで一つ注意しておきたいことがあります。これが私たちが知っているダヴィンチの、まあ、 そうですね。自画像ということになります。そして、みんなですね。これは、あの、奇妙な、まあ、超、超等人間と一緒に書いてある右の方にね、あの、絵です。下が先ほど出ました、絵ですね。そして、まあ、ダヴィンチは生涯において一枚しか肖像画を残さなかったと言われてますけど、そうではなくて、えー、自分の、まあ、顔をですね、ベースにしてですね、いろんな風にバリエーションを加えて、ほとんどがその、バリ、ダヴィンチの顔だということになります。 で、特徴をそれぞれ上げていきますと、まあ違いがないという点で、やはりこの4社は同じというふうに判断します。ならち、ここにいるのは皆、ダヴィンチということになるわけですね。そこで注意しておいただきたいのは、ダヴィンチというときには人間のダヴィンチを言うわけですよね。で、この絵を作ったのは誰かということになってくるわけです。というのは、ミケランジェロの絵と一致点が多いということになってきますとね、ミケランジェロの彫刻そ、およびその絵はですね、またもう一つ上の別の人物によって、えー 彫刻されたり書かれたりしたという可能性が大きくなってくるわけです。で、ここにまあ先ほどのセントジェロームの絵を並べておきますけども、耳というのは大変個人差の大きいものですからね、このように一致するということは大変珍しいということになります。で、比較してみてください。なあち、こういう形でまあ称号していくわけです。なあち、セントジェロームイコール、左の人物イコールというふうに繋がっていくわけです。 そして、先ほど言いましたように、左の人物もですね、ディフォルメ化してありますけどもみんな、皆ダヴィンチの特徴を、まあ持っているということですね。ですから、まあここにいるのは4人ともダヴィンチだということになるんですけども、まあここで謎が終わるわけではありません。さらに謎が深まっていきます。この顎の下のね、あの、まあ数字といいますか、コブのようなものも、やはり、まあ一致するということです。特に顎の 口の横のね、今のご覧いただきました筋も一致するということですね。そうしますと、このセントジェロームという人として描かれているのは1500年後のイエスということがますます濃厚になってくるわけですね。まあ、このように一致していくということです。で、中央下がですね、えー、イエスということになりますと全員イエスということになるんですけども、ここでまた、奇妙なことが起きてくるわけですね。で、3D モデル。 の話をしますけども、このセントジェロームを多分、これは私の推測ですけども、中心にして、そして上、両者、上の二つ、上と下の絵を合体して、モデルができます。いわゆるまあ、こういう形でモデルを作るわけですね。いわゆるまあ、特徴を皆、こう、兼ね備え、備えた、原型を作るわけです。この原型を元にして変化を加えていきます。中部からご覧ください。 このモデルを中心にしてですね、そして髪の毛をつけたり目、目をつけたりして、髪をつけたりして、まあこのようなモデルを作っていくわけです。まあこれ正面ですね。口の周りの傷なんかで照合しますと大変わかりやすいですね。そしてそれを傾けて、まあ 3D モデルにですね、そして反転して、そしてそれに髭をくっつけて、頭の毛を取って、そしてまあ、 現在私たちが知っているダヴィンチの像ができたということです。なぜこんな像を作ったかですけども、まあ自分はですね、老人になって死んだということを、まあ見せかけるためにこのような像をですね、2、3年前に作ったというふうに思われます。中央の縦2つの像はそれよりも後にできてますからね、奇妙なことに。まあ要するにこういう形で、ダヴィンチの、ダンチはですね、えー、まあ自分の像を、まあ、 捏造したということになります。そして、まあ、比較するまでもなく、これら4章は皆同じということですね。となると、この右の下のですね、私たちが知っているダヴィンチの像は、もちろん偽物ですけれども、まあ、いわゆる、まあ、まあ、これが、まあダ、ダヴィンチということにはもう言えなくなるということですよね。要するにね。まあ、そこなんです。いわゆる、いわゆるこれもダヴィンチだということです。 確かにそして、その後何度もますけども、私たちが知っている右下のダビンチ像は、このような形で捏造されたということですね。元々の像を元にして左上の像を作り、それをバリエーションを加えて、ひげをつけて作ったと。で、このもう一度先の像に戻しますと、こういう形でまあ像がつながっていくわけです。で、この右の二つはですね、他の人物と一緒に写っているという点でですね、3D モデリングで作ったものではないと、林博氏は判断しています。 で、このような形で上がですね、ダヴィンチの、まあ、下が、ミケランジョの絵と繋がっていくわけです。なあ、ちこわらすべて、まあ、一人の作家によってできたということになるわけですね。あの、切り離すことができないわけです。それぞれの部分を切り離して、これは A さんのもの、これは B さんが書いたものというふうに切り離せないということです。 になります。それぞれが有機的に密接に関連しているということになります。となると奇妙なことが起きるわけですね。ミケランジェロとダヴィンチ。この二人は本当に芸術家であったのかという疑問です。もう一度ここを見てください。ミケランジェロ・バラノリティです。そしてですね、ミケランジェロ・バラノリティは23、歳でですね、ピエタ・トゥという極めて完成度の高い彫刻を掘り上げます。これは不可能ですね。そしてダヴィンチは、 モナリザというこれまた不可能な絵を描き上げるわけです。胸の周りのレースなんかでも 0.3mm から 0.5mm の線で描いてあります。そしてもう一人上にいるわけですね。これが1500年後のイエスということになります。その1500年後のイエスが絵を描いたり彫刻をしたりして、まあ、私たちが知っているミケランジロとダヴィンチを操っていたということになります。なあち、これらの二人の 芸術家は、いわゆる、まあ、操り人形をもって言えばですね、まあ、ロボットであったということにもなるわけです。多少のね、彫刻や多少の絵の心得はあったのかもしれませんけども、特に、えー、ダヴィンチはですね、シニュレリと同じ顔をしています。 えー、シノレれの花,花を、まあ、をね、まあ、小さくして、げをつければダメージの顔になります。で、もう一度ここに戻っていただきたいんですけども、これが原点です。ビエータ像の、えー、イエスの右腕には奇妙なコブとヒレがあります。そのヒレはですね、カシ、ミケランジェロの書いたカシノの戦いの右下の人物と一致します。なあち、右下の人物は、これはレプタリアンの中のキングオブキング、すなあち、イエスということになるわけです。 同じ、ま、皮膚を持っているということですね。で、ビケランジェラはこのような形で、この、いわゆる、まあ、ま、歌詞の戦いの右、右、下にいる男は、イエスであやることを示しました。で、ないというならば、左の、いわゆる ピアダ像の人物もイエスでないということになってしまうのではないでしょうか。なぜこのような形で、これがイエスであることを示しました。と同時に、奇妙なことに、ダビンチが同じ人物を描いているということですね。互いの間に接点はあったのでしょうか。まあ人間としての、ミケランジュの人間としてのダビンチの間では接点はなかったものと思われます。ともかくも、この解剖図のこの人物の右腕にもですね、このような同じようなヒレがあります。この三者はヒレ、コブで一致するということです。 い人間として、ま二、あ、人間、はれわれ、まあ、せ、ああ、いたかもしれませんけども、実際には彫刻もしていない、実際には絵も描いていないということになるのではないでしょうか。その上にもう一人、えー、1500年後のジーザスクライストがいて、そして、えー、 人間の、えー、ミケランジェロと人間のダヴィンチを操って、まあ自分の作品を、まあ、売りさばいていたということになると、林博士は考えています。なあち、ミケランジェロ、ダヴィンチの奥には、ね、さらに、まあ大きな謎が隠されているということになります。これが林博士の結論ということになります。いかがでしょうか まあ大変な謎ですね。ミケランジェロもダヴィンチも、私たちは知っているミケランジェロもダヴィンチは存在しなかったということになるのではないでしょうか。Bye for now!